はい、こんにちは。こんにちは。メインイベント。はい。はい。井上拓馬対アンカース。アンカースって言ったね、スーパーフライで一時無双してたじゃん。うん、何回防衛してるんですか、あれ。何回防衛してたのかな。9回とか。でもね、井岡選手でやる。やるやらない、やるやらない、ね。でもそれこそ、井上尚弥のスーパーフライ級時代もあったよね。かぶってる。あ、2016年の9月3日に取ってる。あ、プエルトリコの選手が。一番最初に、あの、ナルバエスから井上選手が取ったのは2014年の12月3日。あ、じゃあかぶってるんじゃないですか。あ、かぶってるわ。かぶってます。ペッチバンボーンとやった時ぐらいだわ。あれ、出た。2016年の9月4日が。カルーはペッチバンボーンって来るでしょ。ああ、そう来るでしょ。あの内構えの相手でしょ。そう。来週の土曜日。で、河野光平さんがその次なんですよ、うんうん。何年それ？で、2016年。だから、まあ、ちょっと対抗王者としてはね、構えあったよね。でもなんか、井岡選手の標的で、決まる決まんない、決まる決まんないっていうイメージがすごい多い。まあそうだ、うん。だから、A サインでも取ってたわけね。アンカースルマーゴン。あ、スーパーフライ級のね、うんうんうん、あ、そうだね、うん、取ってたよね。そうで、一番その中で、みんなやっぱり消耗し合ってんじゃん、戦ってて、うんうん、でもまだ若くてピンピンなのがアンカースって話をしてたもんね。そうだね、そうだね。で、同じ相手、そのエルナンデスだっけ、アルゼンチンだかなんだかにチャンピオン取られて、もう一回やっても勝てなかったよね、確か。フェルナンド・マルチネスに、うん、取られたよね。2回負けてる。だよね。取られて、再戦してまた勝てなかったんだよね。そうそうそう。で、上げたんだよね。そう。うん、で、そのアンカースで2回勝った選手と田中康生がやりたいっていう。つながってきました。うん、つながってきたね。うん、あの時、若くてピンピンだねって言ってたのが、もう32歳です。あ、井上尚弥選手上なんだ。何年 YouTube やってんだろうな、じゃあな。確かに。まあでも1ラウンド、とてつもなかったよ、緊張感。井上拓磨はこの、ちょっとこう、左フッコアを合わせるんですよ、じゃん、うん。で、こうじゃん。で、アンカーさん、もうこの線に、もうワン、ツーの、ワンとツーが同時ぐらいでさ、で、パッキャオみたいに突っ込んで打っていくじゃん。うん、あー、すごかったよ、その緊迫感。なんか井上選手の体の間にもうそうだね、もうドーンドーン突っ込むから、もう本当にインサイドでね、うん、で、頭を入れて打ってくるもんね、突っ込むようにダダーンってね。やっぱ生で見ても当たんじゃないかなっていう、そういう緊張感ありました。いや、あったあった。っていうか、どっちかというと1ラウンドは当ててたでしょ。1ラウンドだからアンカーするかなと思ったけど、うんうん、でもやっぱボクシング IQ が高いですよね。そうだね。だからあれは多分ちょっとね、左を狙ってたような節がある。左を狙うと体がやっぱ開いてきちゃうじゃん。でもまあその3ラウンドぐらい右のカウンターをなんかボルに当てた、うんうんうん、ね。で、もうアンカーさんが戦い方変えたよね。いやだから、え、サウスポーはあれ捨ててインファイトするの。いやだから俺もこの選択なんでこういう選択に行ったのかなと思った、見てて。アクシデントですかね、もしかしたら。いや、どうなんだろうね、その一撃で。だって自分の一番強い場所を捨てるってことだよね。で、あれは全然、まあそれは簡単、もろに取られたりもしてるけどさ、まあある意味、でも全然まだ、もうこの距離で無理ってわけじゃなかったからね、全くね、うんうん、もちろん。いや、それがもう一気に変えてったもんね。ああ、そういくんだと思って見てた。でもそのインサイドのやりとりも、まあアンカースはさ、まあ、ワイルドに、まあサウスポーだから、スッて入って左ボディ、やっぱ左ボディやっぱそこまで打ててないのか、まあ、結構ワイルドなパンチの中、まあ井上拓磨もうショートでね、スパンスパンって打ってたもんね、うんうん、で頭ずらしてさ、打ってパンパンって頭ずらしてさ、うん、まあ、その辺日本人うまいよね、たまにそのそうだけどさ。アンカーさんがこうやってなんかドスンってこうやって立ってるところをこうやってしっかりね、うん、頭の位置変えてってやっぱやってたもんね。むしろだからインファイトにしたけど、インファイトなんかそんな得意そうな感じには見えなかった、 ね、正直ね、うんうん、だからああなってからもう俺の中の採点はほぼ井上拓磨だったから、うんうんうん、まあ流れもね、もう井上選手も持ってってたからね、うん、ただあのスピード、まあその田中康生会で話しましたけど、あの2人がやったら大変なことだよ、うん、
選手はハンドスピードが速いじゃん。俺ね、井上拓磨選手、俺やったことあるからさ、スパリング。あのね、クイックネスが速い。こう、なんていうのかな。ジャブ、例えばジャブって、相手がジャブってきて、ジャブ、避けるジャブ。まあこれ簡単だから言うけど、もうこれが速い。パンパンパンってくる。普通だったらパンパンパン。だけど、拓磨選手はもう、このクイックネスが速い。パンパンパンって、その、なんか早すぎてほぼ同時に打つみたいなさ、もう なんつうのかな、見切りともまた違うんだけど、もうほんとこのトントンっていうさ、例えば外して右ストレートも普通だったらバーンバーンだけど、トントンって打ってくる。まあ日本人のね、ああいう栗原とかさ、ワケシンガもそうだし、それこそフラッシュもそうだ、うん、触れれないじゃん、うん、ほんとに避けて打つっていうのを最小でやってると思う。本当にもう例えば避けて打つんだけど、避けて打つけど、その避けてる時にちょっとでもかすっても別にいいぐらいのハートの強さもある持ってるじゃん。そのクイックネスの速さは俺一番速いと思う。ハンドスピードは田中康生選手が俺は速いと思う。ただ田中選手とは向き合ったことないからさ、まあ、なんかミットをやってるシーンとかはね、うん、まあね、まあね、でそれは井上尚弥選手よりも感じたかも。向かい合ってこのクイックネスの速さっていう、パンチのスピードとかじゃない、この反応の速さともまた違うけど、動きの無駄のなさっていうのは、いやもう速いよ。それがもうなんか最終的にボクシング IQ につながってんのかなと思う。もうどんどん回を追うごとにさ、ほぼもう避けて打つじゃなくて、もうほぼ同時打ちみたいなタイミングになってくるからさ、だからもうやっぱ頭の接近戦でも頭の位置がやっぱいいと思う。もらわないとこに置くっていうのと、もらっても大してガチンってもらわない位置ってあるじゃないですか、うん、そこを多分分かってるよね。だから一応安全なとこに置いてる。やっぱ世界クラスってインファイトあんだけみんなやろうと思ったらできるのかな。別に得意な場所じゃなくて、まあうん、そんなことないですよね。多分世界クラスの本当一握りだと思うよ。まあインファイトがなんて言うんだろう、好きな選手ではないからさ、見ててその例えばインファイトが芸術的な選手っているじゃん、ガデル・ローマンとかもそうだし、まあ、そういうのはね、そういう感じではないけどね、やっぱウィークポイントがあると、ウィークポイントをどんどん自分の中で改善していかないとやっぱ防衛できないもんね。やっぱそこを見せちゃうとね、まあ、戦略上の穴があったらね、うん、でも俺正直今日のこの興行でこのメインが勝敗一番分かんなかった、うん、だってなんかやっぱ喜び方違いましたよ、いつもと、うん、まあそれ過去最高でしょ相手、うん、しかもそれを KO じゃん、うんうん、まあねそれはそうだよね。てか戦い方っていうか、まあその必要に迫られてるって部分もあるけど、いつも以上に積極的に見えたし、まあでもだって試合終わった後のリングでしゃべってたじゃん、その自分の試合のがお客さんにどういう風に見られてるかっていうのはやっぱ自分の中でもね、やっぱ耳にも入ってくるしさ。でもやっぱボクシングって、自分のボクシングっていうスタイルはさ、ね、やっぱ勝つためにやってるからさ、うん、お客さん喜ばせるためじゃないじゃん別に。だからまあ相手次第ってことだな、うん、いやこれでもやっぱない、あやっぱ気にするんだね。そりゃそうでしょ、気にするでしょ。ましてお兄ちゃんともいい比べられていい絶対言われますしね。だってそれ話してたよ、この間のケンシロウ対さ、はいはいはい、この間の防衛戦ね。でも、もうこれだけもうケンシロウフィーバーになったわけだ、このね、このアマゾンが始まってからすごい試合じゃん、うん、あの今日うち終わらすから、うんうん、でもだから、そういうね、逆に打ち合いをやっちゃうんじゃない、打ち合いをやっちゃうのかって、うん、まあ、それは俺ら勝手に喋ってるだけだけどさ、うん、お客さんが喜ぶって体感しちゃったらさ、俺もありましたね、うん、一ラウンド振り回して、一ラウンド帰ってきたら、会長が、あかん、もう観客喜んでるから、もういい、もうボクシングしようって。で、2ラウンド目帰ってきて、あかん、もういいって、もういいよ、もう喜んでるから、3ラウンド帰ってきて、もう好きにしてって言ってた。そう、まあ、一回乗せてから注意しようと思ったけどさ、一回乗せて、気持ちよくして注意しようと思ったけど、もういいやって。こいつ直って。3ラウンド目もう好きにしてって。あれもやっぱね、この仕事してるから、やっぱ言い方ってのは何本、ね、うん、ね、気使うわけじゃん。何言ってもダメだった。どうせでもダメだった。これどうなんすか、井上拓磨選手と中谷選手とかやるって可能性なくもないもんね。どうなんですか、どうなんですか、それはだってその
業界的にはどうなんですか、あるんですか。いや、あるんじゃないの全然、うん、いやでもこれが次ってことは絶対ないよ、うん、だって次井上選手で石田選手、あ、指名挑戦者だ、うん、1位だっけ石田選手、うん、でもやっぱりいろんな、なんて言うんだろうな、やっぱりその時の状況とかにもよるんじゃない、ね、やっぱ興行としてもさ、圧倒的な数字をやっぱ出すっていう興行も必要なわけじゃん、うん、で、まあ例えば那須勝天心も当然いるけれども、まあでもまだ世界まで行くっていう段階ではなかったらさ、うん、もうやっぱ今日の試合、この間の1個前のアマゾンプライム、それはだって日本人同士の世界でもインパクトが全然違うもんね。それはだからどのタイミングで組むかはまあ想像もつかないけどさ、絶対にこの取っといてるとは思う、はいはいはい、ただその中でそれこそ那須川天心もいて武井も出てくるわけじゃん、あのいろんな杉もいるしね、そう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 、うん、いろんなね、あのあると思うけど、それにはやっぱみんな勝ち続けてもらわなきゃいけないじゃん、ザ・マッチみたいなのをボクシングでやるってなったらこのバンタム級じゃないの、ちょっと井上尚弥は違うじゃん、ちょっと、ちょっと、神だから、どっか行っててください、話が変わってくる、バ